どうも、たまです。今日も一日お疲れ様です。今回はマインクラフトパート3やっていきたいと思います。前回のマイクラを振り返ろう。まずは村を探しに旅に出ました。意外とすぐに村を見つけることができたのですが、村人がなんと一人しかいません。おかしいなと思ったら、その近くには邪悪な村人の領地があったのです。そこに囚われていたゴーレム、ケンスケたちを助けるべく戦いに挑んだのですが、殺されてしまいました。それから食料を確保するために畑を作りました。今回はその続きからです。はい、早速マインクラフトやっていくんですけど、今日の課題から発表していきたいと思います。まず今日の課題は2つあります。まず1つ目はですね、前回囚われたケンスケたちがいるじゃないですか。その人たちの様子を見に行きたいのと、牧場を作ることです。まずはちょっとね、ニワトリたちに挨拶に行こうかなと思います。みんなおはよう。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 みんな元気だね。とかなんかね、わかる？みんなめっちゃ増えてんの、ね、もういつの間にか、本当にいつの間にかこんなね大家族作っちゃって元気だな。うん、子供生まれてそんな嬉しいかなあ。あ、嬉しい。なるほどな。あ、今日も元気で優しくて、うん。じゃあちょっと餌あげようかな。ないからあげないわ。早速じゃあ、あそこに行きましょう。前回のケンスケたちにまずは会いに行きましょう。どこだったかな。ケンスケたちがいた場所、確かね、ずっとこっちの方なんだよね。いや、まだいるのかな、あの村人たち、あの邪悪な村人たち。なんか侵略者っぽいんですけど、あいつらね、なかなか悪なやつみたいでね。とりあえずあいつらをちょっとぶちのめしてあげないとね。今回ベッド持ってきてないから、死んだらそこで終わりなんだよね。あれ、ここって新しい村じゃない？もしかして、え、嘘でしょ。あれ、待って、畑が育ってないということは、私が荒らした気がするな。うん、あれあれ、ここの収穫したのって、あれ待って、ここ見覚えあるぞ。いや違うな、これ待って、あれじゃん、侵略者たちの建物があるのってこの奥じゃない？あ、ほら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 。あ、じゃあこれ新しい村じゃなくて前回の村だわ。喋るの早いね、とっても早口。待って、あ、お腹空いてる。ここだよさ、シャーってちゃった。ケンスケたちが捕らえてた場所、いるかな侵略者。ちょっと警戒しとこう。あいつらね、集団でリンチしてくるからね。ヤッホーケンスケ、久しぶり。わー、久しぶり。大丈夫？うん、なんとか。そっか、今日はね、君たちを助けに来たの。あいつらどっか行ったよ。あ、本当？うん、あいつらはもういない？わかんない。わかった。でもなんか、ゴーレムとかって連れて消えるみたいなんですよね、なんか村とかに。だからあんまり出さない方がいいのかなと思って。どうなんだろう。え、おっつ、おっつ、おるぞ。なんか跳ねてる、なんか跳ねてる。何跳ねてんの？トランポリン？トランポリンやんの、そこ。混ぜて混ぜて混ぜて。ちょっと影に潜めて。声が聞こえる。よし、背中を向けたら負けだ。勝ちだ、よっしゃー。おう！やっぱ奴らはね、一人じゃ何もできない、本当に。部屋になってるじゃん。お邪魔します。怖いな。いないね。うん。おー。なるほど。結構、ちゃんと作ってるんだね。いないよね。いないね。てか、高いな、結構。これ3階でしょ、だってもうすでに。いや、怖いな。お、チェストがある。いないね。よし、よし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 。何書いてる？ああ！エン
チェントの瓶、じゃがいもじゃがいも、え、なんかめっちゃさレアっぽいやつないこれ、絶対レアでしょ。いや今回はちょっといいんじゃない。なにこれ、トリップワイヤーフック、なんだそら、クロスボウ、なんか木の丸太がいっぱい、あと小麦で、またこれトリップワイヤー、またちょっとチェストのもの全部もらっていきますね。侵略者たちの家に侵略しましたはい、結構いいもの手に入ったんじゃない。ケンスケたちはね無事っていうのが分かったから、ちょっとなんかやり方とか分かったらね村に連れて行ってあげたいと思います。仲間にしたいと思います。ここら辺のカカシも気に食わないから壊しておきます。いっと、なになになに、なんてことすんの、ほらもう、こらこら、ちょ今晩はね家に帰らないで村人の村に泊めてもらいます。まあね、前回ちゃんと許可取ってるんでね、全然許してくれるでしょ。待って、ドアが開いてる、ここ何、戸締まりしっかり、はい、おやすみなさい、あはや。とりあえず一晩ここで止めてもら、止めさせてもらったんで、とりあえずここで村人起こします。あ、いた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 、いたー、村人入ってったの見たぞ。こんにちは。またお前かよ。またお前かよって言わなくてもいいじゃん。いや、またじゃん、だって寂しかったの。まあちょっと。そうなの、うるさい、朝からうるさい。そっか、うるさい。さて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 、ここに村があって、私の村が見えない、見えない。どっちだこれ。食料もないから困ってるんだよね。人参くらいしかないからな。すごい勢いで来るじゃん。あげないよ、ちょっと私も食料不足だからね。あげるよ、一個。よし、私はちょっと帰る。いや、豚さすがについてきてないだろ。来てるな、すごい勢いで。そんな早く動けんのか。なんかよくクラスに一人はいる、ちょっとぽっちゃりしてても運動できる人みたいな感じかな、君はね。さてと、ここはどこだ、迷子だよ。ねえ、迷子の達人なんだけど、どうする。本当に迷子の達人デラックスって感じ。あれ、待てよ。でもこれさすがに新しい村じゃない？これは新しい村だよ。え、待って、まさかの新しい村見つけちゃった。お邪魔します。独特だね。まあ、とりあえずちょっとチェスト確認させて。エメラルド、ありがとう。ちょっと待って待って。新しい村ここで見つけるか。マジか。まあ、ちょっと迷子になってたから助かるっちゃ助かるんだけど、どうだろうな、ここの村人さん優しいかな。そうだな、ちょっと村人探したいところだけど、なんだここは。おー、ちゃんと作ってんじゃん、レンガあるし。あ、ちょうどレンガ欲しかったんだよね。ありがとう。村人、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 こんにちは。おー、こんにちは。はじめまして。はじめまして、いらっしゃい。帽子かぶってないから分かんなかったけど、ハゲてる。あ、そこには触れないで、触れないで。村人たくさんいる。ラブラブしてる。村人たくさんいるじゃん。ちょっと混ぜて混ぜて。お子ちゃん、待って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 。今産んだでしょ。え、産んだ？ねえ、産んだ？僕生まれたの？そうだよ。生まれたの？うん。初めまして。初めまして。こんにちは。こんにちは。お、通るな。どうもどうも。村人がたくさんいるよ、この村。なんかさ、今まで見つけてきた村さ、村人いなかったからさ、ほとんどここいっぱい村人いるよ。お姉さん、ゆっくりしてってね。ねえ、ありがとう。ちょ、チェストを見さして。え、すごいすごいすごい、2階建てだし、ちゃんとベッドたくさんあるし、いっぱいある。
リンゴ、まあ、とりあえずこんな感じかな、まあ、とりあえずちょっとここの村のね物を泥棒するのは申し訳なさがあるから、エメラルドありがとう。ちょっと一回ここで一晩止めてもらって、お寝てるね、あ寝てるね、じゃあ2階、あ寝てる、みんな寝てる。ちょっと私ベッド争奪戦になりそうだな、これは。お邪魔します。寝てる、いや目開けてんやんな。じゃあ普通にガッツリ上に乗っちゃったけどさ、いるな、ちょっとゾンビ倒しとこう一応。まあここでいっか。なんか独特、これ何？なんだこの家の建て方。家の中に水路あるんだけど、どういうこと？待って、寝る場所がない。どうしよう。何してんの？あった！おやすみ。おはよう。おはよう。何？散髪や？はい。すっきりしたじゃん。そしたらとりあえず村人を起こすか。みんな、仕事の時間だよ。おー、頑張ってんな、頑張ってんな。おー、ちょっと様子見てみようか。ん？どこ行った？消えた。とりあえずちょっとみんな仕事してるっぽいね、ここ。偉いなー、みんな。ねえ。でも自分の家に帰らないといけないから。そうだなー。村は見つけたといえど、ちょっと帰らないとな。ということでね、皆さん、今日はね、せっかくね、こうやってね、村人たちと会えたんですけども、家帰ってね、自分のね、あの動物たちをね、しっかりゲージの中に入れてあげないといけないからね、もう帰りたいと思います。バイバイ村、もう見えなかった。屋根がちょっと見える。さてと、なんか素敵な花だね。持って帰りたいけどね、荷物が多くてね、卵いらないな。よし。じゃあこれ、自分の村に埋めようかな。よし、じゃあ30本ぐらい積んだんで、帰りましょう。いや、知らんがな、ここも。ね。こんな銀世界ね。うん。ここどこ？本当に。ね、どこかな？はい、戻ってきました。じゃちょっと荷物整理させてね。はい、まあ、とりあえず、一旦寝ましょう。はい、あっちゃ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 いらね。どこら辺に作るかな、牧場。まあそうだね、ここら辺にね、羊とか馬をね監禁してるので、今から牧場を作っていきたいと思います。移動しやすいようにここら辺に作っていくかな。種類別に分けた方がいいと思うから、とりあえずここにじゃあアルパカ連れてこようか。おう、またしたな。うん、そんな大きくうなずかなくてもね。どうやってしよう、誘導しようかな。こうしよう。おいで、アルパカッソ、アルパカッソおいで、こっち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 来てるね。来てる、おいで、ほら、よし、こうして、いい返事だ。
すんばらしい。はい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 。どう？新しい家は。どう？よし、で、そっからつなげるにはまあ一旦これ壊すか。で、お待たせ、お待たせ、こっちだよ。ほら、お待たせって、あれ何しとんの？お待たせってなんか詰まってんね君たち。ほらほら、ちょっと、こっち、おーい、そう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 、ほら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 、ダン、オッケー、これでよし、よし、これでよし、一回一回ね、よし、あとちょっと、あと一押し、どうした？どうしたの？もうちょっと頑張れるでしょ？ねえ、何がダメなん？私が、よし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 、ほら、新生活ついてってあげるから、よーし、よーし、じゃあまずここつなげてあげよっかね。はい、ほら、仲良くね、仲良くね。あ、ダメ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 、あ、ちょっと待って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 、何してんの？あ、お、じゃあこっから誘導するかな。おいで、こっちだよ。一旦閉じ込めよう。来てる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 、はい、成功。オッケー、はぁ、やっと終わった。とりあえずこやつらをそれぞれ閉じ込めたね。オッケーだね。はぁ、寝よ、ちょっと寝よ、もうもう疲れたから寝よ。とりあえずここら辺埋めるか、埋めよう。仮の牧場みたいな感じ。はい、今回はね、ケンスケたちの様子をまず見に行きました。あの、無事だったので良かったですね。あとすごいチェストからちょっとレアそうなものが手に入ったので、そちらも何に使えるかなど調べておきたいと思います。あとはそうだね、あの、村から帰る時になんか迷子になったら新しい村をね、まさかのね、見つけてしまって、しかもね、村人がたくさんいたんですよ。しかも結構みんな歓迎してくれる感じでね。いやー、いい子たちだったな、本当に。いつかこの村に連れて行きたいなと思います。ただ、私はまだそのスキルがないので、これから頑張ってね、どん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 マインクラフトを進化させていきたいと思います。そしてね、本当に、とりあえず仮になんですけども、牧場もね、作りました。またちょっと、あの、新しくね、動物たちが近づいてきたらね、どん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 、この家にね、ウェルカムしてあげたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では明日も一日頑張りましょう。タマでした。バイバーイ。